感を震撼させた。あの女性がまた帰ってくる。2012年、突如ナインの部屋に現れ、バレンタインのチョコを渡し帰っていった。2013年、突如また部屋に現れ、バレンタインのチョコをナインに渡し帰っていくだけではなく、ゲイということが発覚した。2014年、また引っ越ししたナインの部屋に現れたこの女性。2015年、この年には姿を現さず。そして2016年、この年はどうだったであろうか。うわー、来たよ、また今年もこの日が。どうせまたあいつ来るんでしょ、勝手に。何が今日バレンタインですねだよ、もう。なんで LINE にいいんだよ、大体。ほら、来たよ、ほら、来たよ。どうぞ。先輩、こんにちは。やっぱお前だよ。やっぱお前だよ。久しぶりですね。いや、前回来なかったのはちょっと寂しかったよ。いや、去年はちょっと来れなくてすいませんでした。またバレンタインチョコレートを持ってきたんで入れてください。いらないから。いや、いらないから。どうぞ。なんだこれ、 3DS じゃんかよ。しかもメグインさんの直筆サイン入ってんの。これ、おいこれチョコレート入ってんの、すげえな、よう作ったな。あ、これで型これにして作ったんだ。お前バカじゃないの。どうもお久しぶりでーす。今年もナイン先輩のためにチョコレートを今回は手作りしたいと思いまして、ちょっと直感だけで今回は料理したいと思います。そうするとナイン先輩も喜んでくれると思うので作りたいと思います。ガーナチョコレート3つ買ってきたので、この3つで作りたいと思います。じゃあもうこっからもうキャラ抜けるんで買います。ガーナチョコをね、開けることぐらいであれだけできるかな。うん、美味しいな。これをとりあえず手でこう割って、ちっちゃくしないと溶けないらしいので、ちっちゃくします。今回は3個いくので。大体こんな感じにできました。次にお湯が必要なので、こちらを沸かしてお湯を作りたいと思います。沸いたよ、沸いたよ。ここキッチン。そしてここで登場するのがこちら、ゴムベラ。知ってると思うんだけどね。で、これを多分ここにつけてこう溶かすんだよね。お、溶けてきたぞ。いい感じや、めっちゃいい感じで喜んでくれるわよ、ほんとに。熱い。いや、もうだいぶ来たよ、だいぶ来た。こんな感じに結構溶けたわよ。チョコの匂いがすごい。できました。もう溶けたやつはもう早くしないと、なんかもうすぐ固まっちゃうみたいなので、すぐ型に流したいと思います。でもその型がちょっと見つからなかったので、今回はこちら Nintendo 3DS のここを使ってチョコを作りたいと思います。次に、これはメグインさんのサインです。型を流し込みます。おーすげえ、やべやべやべ。はい、こちら入れるました。綺麗に入ったね、本当に。 3DS 3DS チョコレートができました。あとはこう綺麗にしないとムラができるから、綺麗にしましょうみたいな感じ。そういうの忘れてた。これで
これで締めてね。はい、締めました。こういう風に輪ゴムで留めて冷蔵庫に入れたいと思います。まあとりあえずあとは1時間ぐらい待てばできると思うので1時間待ちたいと思います。1時間が経ったわ。それではベベーン、来ましたわ。うえー、ほら 3DS ケースの型が取れました。こういうところに最後にこう名前書いたりするといいと思ったんで、じゃあ今回はラブって書きましょう。LOVE。 んー、すごいラップでくるんだけど美味しいのかね。どうですか親父は。うん、美味しいね。美味しいよ。うん、やっぱ愛情が詰まってると思うんでいいと思うんだけど、おいしい。うっ、あっ、大丈夫ですか。大丈夫ですか。あっ、貴様どうですか。貴様、毒を持ったら許せ。毎年毎年来やがって。もう許さん、許さんぞ。先輩何するんですか。ちょっとね、何するかちょっとよく分からないんだけど、ちょっと何するんですか。こうなったら無限ショットガンだ。覚えてろよ。また来年来るからな。どうせ俺は学校でもらえないんだ。みんな俺にもしもくれるって方はツイッターのダイレクトメール待ってるぜ。